説明します。これはここのボタンを押すとできます。このボタンは消せます。この時できます。次は足すです。コントローラー足すの右のボタンです。これもできます。同じようになります。これとこれはこういうのは、コントローラーでできます。こういうのは次はこのコントローラーです。これは別々です。もう一回言われたらやんべんで別々になっています、けどここに届いたらその紐もあります。後で言います。あ、はい。次はこれです。何でしょう。さっき右左のコントローラーをやったやつをこれでやります。カチャでやります。カチャ。そうすればできます。1か1か2、2、3、3、4、5とか、あ、4までです、けど1、2、3、4がありますから4だけです。4までです。次はこれです。さっきまた右左のやつを下から上にやります。あれ下から上に。それって入れる。でも足すと足すが同じだったら下から上。ちゃん。次はこれです。それだ。これは線とかあります。線とかあります。英語で書いています。もし分かったらできます。外れた途端もあります。これはここの上にあるやつで、これちょっと上に上がってるやつをカッチャンってやります。あよー、あ、ちょっと次はこれです。さっき最初にやったやつ、これ外し方は最初右左足すボタンと後ろボタンでできます。この後ろでもできます。足すを押さなくてもできます。けど足すボタンも押したら簡単にできます。できます。それで押せればできます。取れたらできます。そして外したらこれをカッチャンってします。これも上に置きます。そしてこの上をしたらカッチャンってできます。そしたらさっきのやつでこうやったらできます。さっき言ったやつはこれは後で言います、いや。カセットがなければ無理です。ここに開けます。開けます。ここの中から出せます。SD カード。この低いところで爪から、開ければできます。何それ？見せて小さい。これはマリオデッセです。見せて。これはマリオデッセです。後ろはダメです。後ろだったら、壊れちゃいます。気をつけてください。
Oh, oh, mag-ingat daw. Masisira. Sige ba? その次はこれです。足す引くは、もしも声ができます。声。あ、声小さくとか大きくとか、それができます。これをやれば、カセットを入れれば何でもいいです。何でもカセットでいったらいいです。こういうやつとか、見せてです。これです。そうしたら3回押して見できます。これでできます。見せて。これでできます。じゃあちょっと見せてゲームして。今ゲームよ。ゲームのこのマリオデッセイっていうのを。今見せて。やり方はこれです。あ、どこ？いいよ。こういうのです。いいよ。これは待っていればできます。待っていればできます。あ、下品だ。持ち方はこれとか。これ、さっきこのやつとか、こういうやつとか、こういうプロコンっていうやつができます。そしてこれでも、こっちでもできます。これでもできます。今やってる方法はこっちです。テレビは？テレビのやり方は、後で言います。ここに1、2、3。があります。そして待っていればできます。じゃあゲームして。よし。これは2人プレイでもできます。2人までできます。初めからはやばいと思います。続きだったら。こういう国もあります。